みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。冒頭のこちらの映像、違和感を感じた方はいましたか？そう、武器を出したままかけれ虫を使用しています。鉄柱主義の自在鉄柱主滑走ではと思う方もいると思います。この映像では終了時に武器が納刀されています。双剣の場合をご覧ください。いかがでしょう。こちらも抜刀状態にもかかわらずかけり虫の回避行動ができています。というわけで今回の動画はリスナーさんからいただいた情報、かけり虫の謎回避入力を紹介します。操作方法は至ってシンプル。抜刀中に段差から降り ZL プラス B です。攻撃モーションやかけり虫での移動、 B での回避ジャンプは利用できません。かけり虫を操作した段階で抜刀状態にあり、次のかけり虫操作が可能です。操作が可能になるまで一定の時間があり、岩以上の高さで入力が可能になります。例えば木の屋根や橋では高さが足りません。またこの操作方法で元の段差に戻ることができます。カメラの向きではなく落下方向に対して行われます。かけり虫の回復時間は回避コードの際と同じ扱いです。そしてこの操作は全武器でできますと言いたいところですが、一武器だけ対応していません。その武器とは総中棍です。総中棍の場合は B で空中跳躍が発生してしまい回避行動ができません。実際この操作を使う場面というのは限りなくゼロだと思うので支障はないと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし参考になりましたら評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひこちらの動画もご覧ください。